Hi everyone, it's Miyako. I'm gonna read A Dead Secret written by Lafcadio Hearn in Japanese and English. I will read the story in Japanese first and then start reading it in English. I hope you enjoy it.葬られたる秘密 A Dead Secret 小泉八雲 Lafcadio Hearn 作戸川名蔵役昔丹波の国に稲村屋源助という金持ちの商人が住んでいた。この人に、お園という一人の娘があった。お園は非常に伶俐で、また美人であったので、源助は田舎の先生の教育だけで育てることを遺憾に思い、信用のある従者をつけて娘を京都にやり、都の婦人たちの受ける上品な芸事を修行させるようにした。こうして教育を受けて後、お園は父の一族の知人、長良江という商人に片付けられ、ほとんど4年の間、その男と楽しく暮らした。二人の中には一人の子、男の子があった。しかるにお園は結婚後4年目に病気になり死んでしまった。その葬式のあった晩にお園の小さい息子はお母さんが帰ってきて2階のお部屋にいたよと言った。お園は子供を見て微笑んだが口を聞きはしなかった。それで子供は怖くなって逃げてきたというのであった。そこで一家のうちの誰彼がお園のであった2階の部屋に行ってみると驚いたことにはその部屋にある位牌の前に灯された小さい灯明の明かりで死んだ母なる人の姿が見えたのである。お園はタンス、すなわち引き出しになっている箱の前に立っているらしく、そのタンスにはまだお園の飾り道具や衣類が入っていたのである。お園の頭と肩とはごくはっきり見えたが、腰から下は姿がだんだん薄くなって見えなくなっている。あたかもそれが本人のはっきりしない反映のように、また水面における影のごとく透き通っていた。それで人々は恐れを抱き部屋を出てしまい、下で一同集まって相談をしたところ、お園の夫の母の言うには、あんなというものは自分の小物が好きなものだが、お園も自分のものに執着していた。多分それを見に戻ったのであろう。死人でそんなことをするものも随分あります。その品物が旦那寺にやられずにいると、お園の着物や帯もお寺へ納めれば、多分魂も安心するであろう。できる限り早くこのことを果たすということに決められ、翌朝引き出しを空にし、お園の飾り道具や衣装は皆寺に運ばれた。しかしお園は次の夜も帰ってきて、前の通り箪笥を見ていた。それからその次の晩も、次の次の晩も、
毎晩帰ってきたために、この家は恐怖の家となった。お園の夫の母はそこで旦那寺に行き、住職に事の次第を話し、幽霊の件について相談を求めた。その寺は禅寺であって、住職は学識のある老人で、大元和尚として知られていた人であった。和尚の言うに、それはそのタンスのうちか、またはその近くに何か女の気にかかるものがあるに違いない。老婦人は答えた。それでも私どもは引き出しを空にいたしましたので、タンスにはもう何もございませんのです。大元和尚は言った。よろしい。では、今夜私がお宅へ上がり、その部屋で晩をいたし、どうしたらいいか考えてみるでござろう。どうか私が呼ばる時のほかは、誰も晩をいたしておる部屋に入らぬよう命じておいていただきたい。日没後、大元和尚はその家へ行くと、部屋は自分のために用意ができていた。和尚はお経を読みながら、そこにただ一人座っていた。が、寝の刻過ぎまでは何も現れては来なかった。しかし、その刻限が過ぎると、お園の姿が、不意にタンスの前に、いつとなく輪郭を現した。その顔は、何か気になるといった様子で、両目をじっとタンスに据えていた。和尚は、かかる場合に称するように定められてある経文を口にして、さて、その姿に向かって、お園の戒名を呼んで話しかけた。私は、あなたのお助けをするために、ここに来たものでござる。定めしそのタンスの中には、あなたの心配になるのも、無理のない何かがあるのであろう。あなたのために、私が、それを探し出して差し上げようか。影は少し頭を動かして、承諾したらしい様子をした。そこで和尚は立ち上がり、一番上の引き出しを開けてみた。が、それは空であった。続いて和尚は、第二、第三、第四の引き出しを開けた。引き出しの後ろや下を気をつけて探した。箱の内部を気をつけて調べてみた。が、何もない。しかし、お園の姿は前と同じように、気にかかると言ったように、じっと見つめていた。どうしてもらいたいというのかしら。と、和尚は考えた。が、突然こういうことに気がついた。引き出しの中を貼ってある紙の下に何か隠してあるのかもしれない。と、そこで一番目の引き出しの貼り紙を剥がした。が、何もない。第二、第三の引き出しの貼り紙を剥がしたが、それでもまだ何もない。しかるに、一番下の引き出しの貼り紙の下に何か見つかった。一通の手紙である。あなたの心を悩ませていたものはこれかな？
尚は尋ねた。女の影は和尚の方に向かった。その力のない行司は手紙の上に据えられていた。拙者がそれを焼き捨てて死んでようかと和尚は尋ねた。お園の姿は和尚の前に頭を下げた。今朝すぐに寺で焼き捨て、私のほか誰にもそれを読ませまい、と和尚は約束した。姿は微笑して消えてしまった。和尚がはしご段を降りてきたとき、夜は明けかけており、一家の人々は心配して下で待っていた。ご心配なさるな、もう二度と影は現れぬから、と和尚は一同に向かって言った。果たしてお園の影はついに現れなかった。手紙は焼き捨てられた。それはお園が京都で修行していた時にもらった遠書であった。しかしそのうちに書いてあったことを知っている者は和尚ばかりであって、秘密は和尚と共に葬られてしまった。A Death Secret, written by Lafcadio Hahn。A Death Secret is a Japanese ghost story published in Hearn's collection Kaidan, Stories and Studies of Strange Things, 1904. A long time ago, in the province of Tamba, there lived a rich merchant named Inamuraya Gensuke. He had a daughter called Osono.As she was very clever and pretty, he thought it would be a pity to let her grow up with only such teaching as the country teachers could give her. So he sent her in care of some trusty attendant to Kyoto, that she might be trained in the polite accomplishment taught to the ladies of the capital.After she had thus been educated, she was married to a friend of her father's family, a merchant named Nagaraya. And she lived happily with him for nearly 4 years. They had one child, a boy, but Osono fell ill and died in the 4th year after her marriage.On the night after the funeral of Osono, her little son said that his mama had come back and was in the room upstairs. She had smiled at him but would not talk to him, so he became afraid and ran away. Then some of the family went upstairs to the room which had been Osono's, andThey were startled to see by the light of a small lamp which had been kindled before a shrine in that room, the figure of the dead mother. She appeared as if standing in front of a tansu or
chest of drawers that still contain her ornaments and her wearing apparel. Her head and shoulders could be very distinctly seen, but from the waist downwards, the figure thinned into invisibility. It was like an imperfect reflection of her on transparent as a shadow on water. Then the folk were afraid and left the room. Below, they consulted together, and the mother of Osono's husband said, "A woman is fond of her small things, and Osono was much attached to her belongings. Perhaps she has come back to look at them. Many dead persons will do that, unless the things be given to the parish temple. If you present Osono's robes and girdles to the temple, her spirit will probably find rest." It was agreed that this should be done as soon as possible. So, on the following morning, the drawers were emptied, and all of Osono's ornaments and dresses were taken to the temple. But she came back the next night and looked at the tansu as before. And she came back also on the night following, and the night after that, and every night, and the house became a house of fear. The mother of Osono's husband then went to the parish temple and told the chief priest all that had happened and asked for ghostly counsel. The temple was a Zen temple, and the head priest was a learned old man known as Daigen Osho. He said, "There must be something about which she is anxious in or near that tansu." "But we emptied all the drawers," replied the woman. "There's nothing in the tansu." "Well," said Daigen Osho, "tonight I shall go to your house and keep watch in that room and see what can be done. You must give orders that no person shall enter the room while I am watching, unless I call." After sundown, Daigen Osho went to the house and found the room made ready for him. He remained there alone, reading the sutras, and nothing appeared until after the hour of the rat. Then, the figure of Osono suddenly outlined itself in front of the tansu. Her face had a wistful look, and she kept her eyes fixed upon the tansu. The priest uttered the holy formula prescribed in such cases, and then, addressing the figure by the kaimyo of Osono, said, "I have come here in order to help you. Perhaps in the tansu there is something about which you have reason to feel anxious. Shall I try to find it for you?" The shadow appeared to give assent by a slight motion of the head, and the priest, rising, opened the top drawer. It was empty. Successively, he opened the second, the third, and the fourth drawer. He searched carefully behind them and beneath them. He carefully examined the interior of the chest,
he found nothing but the figure remained gazing as wistful as before. What can she want? Thought the priest. Suddenly, it occurred to him that there might be something hidden under the paper with which the drawers were lined. He removed the lining of the first drawer. Nothing. He removed the lining of the second and third drawers. Still nothing. But under the lining of the lowermost drawer, he found a letter. Is this the thing about which you have been troubled? He asked. The shadow of the woman turned toward him, her faint gaze fixed upon the letter. Shall I write for you? He asked. She bowed before him. It shall be burned in the temple this very morning, he promised, and no one shall read it except myself. The figure smiled and vanished. Dawn was breaking as the priest descended the stairs to find the family waiting anxiously below. Do not be anxious, he said to them. She will not appear again. And she never did. The letter was burned. It was a love letter written to Osono in that time of her studies at Kyoto. But the priest alone knew what was in it, and the secret died with him.